こんにちは、うちのバーグマンですが、充電不足になる原因は毎日乗っていても通勤時間が短いので定期的に補充電が必要ってことらしいのですが、その一般常識では納得がいかないので独自に原因を調べてみました。まずは充電状況なんですが、バッテリーに負荷抵抗をつないで電流の出入りを確認してみました。アイドリングでは制御電圧は高いのですが、走行し始めると制御電圧が下がってバッテリーの充電電流が一気に減って、ほとんど充電していないことが分かりました。もちろんバッテリーからの電力の持ち出しはないのですが、渋滞が少ない場合は板割り充電の状態になってしまうんですね。さらに渋滞が少ないということは早く目的地に着くので充電時間も短くなるという悪循環なんですね。ノーマル状態の電力負荷でバッテリー電圧が比較値の 13.5V を下回る場合があるので、念のため保証対応してもらったのですが全く改善しませんでした。走行中のログを取ってみましたが 14V 以上を示すのはアイドル時だけでした。これから何時間も走らないとフル充電は無理ですね。ということで、走行中はなんで電圧を下げるのかメーカーに聞いてみましたが、やはり理由を教えてくれませんでした。ただ 13.5V から 15V が正常であるとだって教えてくれましたので、電圧は別に高くても問題ないと解釈しました。というわけで勝手に設計を変更することにしました。ということで準備したのはこれ、聖者千代の名、正真正銘のオープン型のレギュレートレクチファイアです。バーグマン400用のでも良かったのですが、自分で作ったハーネスにショート電流を流すのには不安があるし、コイルやハーネス本体が発熱しなくなるので燃費向上を狙ってます。純正とも比較です。とにかく大きくて重いです。完全にオーバーステックで取り付け場所に困りますね。とりあえずノーマルとの制御電圧の違いを確認してみましょう。電圧は超安定してます。しかしちょっと高すぎますね。理想は 14.2V くらいで安定してほしいのですが、自分で調整できないので常に急速充電状態ですね。とはいえ満タン状態では 0.5A 程度の充電電流でした。ちなみにオープン型へ変更という大きな変化点によりステーターコイルの電圧がとんでもなく高くなるので、絶縁破壊により漏電する危険性があるので真似しない方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。